皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベベーン、ゼンハイザーの MK4 というコンデンサマイクを皆様にご紹介させていただこうかと思います。 MK4 イエス MK4 オイエー。箱を開けるとまあこんな感じ、ベベンベベンベン、ポーチが入っておりまして、まあ説明書がいくつか、そしてこちらが本体でございます。 MK4 コンデンサマイク本体、そしてこちらが、マウントって感じですね。内容物は以上です。でこの MK4 実際買うとまあ3万円ちょっとって感じで、まあ安くもなく高くもなくという価格帯なんですけれども、でもマイクにね、慣れない人からするとこのね、マイク1本3万円もするのかいみたいな感じでびっくりする価格帯かと思いますけどね。コンデンサマイクっていうジャンルで見ると3万円は正直ね、エントリーモデルというかね、入門モデルとか初心者モデルって感じなんですよ。けど逆に言うとこの3万円出してこの MK4 を買うと何でも撮れる。この MK4 の特徴としてはね、すごいめちゃめちゃこの音質がフラットで、ボーカルであろうとアコギであろうとベースであろうとカホンであろうとドラムであろうと結構いろんな楽器がね、分かりやすくいい音質で撮れるっていう、そういう便利系のアイテムなんですよ。でもこれでインストール完了なんですけども、こういうなんだろうな、このショックマウントっていうのがないタイプのコンデンサってすごい珍しくて、これなんでかっていうとこのね、ショックマウントをね内蔵してるからなんですよ。もうこれでインストール完了なんだ。でその辺はねちょっと後で詳しくお話をさせていただきますが、まあ平たく言うとこういう取り扱いも楽ちんだし、音質としてもね、初心者の方が扱いやすいような、すごいこのフラットでいろんな楽器が取れるような便利なマイクになってるんで、よかったら楽しんでいただけたら幸いってことでございますよ。で今回はですね、マイクの位置によってこんなに音が変わるぜみたいな、なんかそんなマイキングの話とかもね一緒にしていこうかと思います。コンデンサマイクに興味がなくても、そしてこの MK4 に興味がなくても楽しんでいただけるようにいろんな音を実演していこうかと思いますので、よかったら楽しんでいただけたら幸いでございます。これで今 MK4 が使える状態になりました。早速このカホンという楽器をまず MK4 でレコーディングしていきたいと思うんですけれども、このマイクの位置によってね音が全然違うんだ。僕の個人的なおすすめの位置としてはこうやってね、下にする感じ、この MK4 をこっちに向けて、前面に向けてこのスタンドをぐーっと伸ばしてこの辺にインストールすると、これでちょっくら鳴らしてみましょう。いけるかしら。じゃあいきます、 MK4 に切り替え。これで今 MK4 の音が出ているはずでございます。カホンの低音、そして高音、いろいろ鳴らしてみますので、ちょっと聞き分けてみてくださいませ。いきましょう。こんな感じの音質でございます。これをもうちょっと上に上げてみましょうか。そうすると低音が、ちょっと落ち着いてですね、なんかこのアコースティック感というか、そのこの生感というか、そういったものが強い音質になります。ちょっとやってみましょう、ちょっとシンバル遠ざけて MK4 切り替えスタート。これで MK4 の音が出てるはずです。やってみましょう。低音と、こんな感じの音、切り替え、バーン、こんな感じでこのマイクの位置を上げるだけだいぶ音が変わったのが分かるかと思います。最後にもう一個ちょっとセッティングしてみたいのは、ちょっと上から狙うやつですね。このうちの歌いストカフェっていうこのお店、まあリバーブがねちょっとこの効いてるわけなんですけれども、上の方に持ってきて上から狙うとこの部屋鳴りが、しっかり拾える、プラスあんまりこうね低音とか高音とかそのきつく聞こえない、まあかなり、悪く言うとぼやっとした、よく言うと耳なじみの良い、サウンドが得られます。ちょっとこのマイクをですね、ショックマウントちょっと緩めて、こんな感じの角度にして、ちょっと鳴らしていってみましょうか。こんな感じにするともうちょっと下狙おうかな。こんな感じにするとまた、音が変わってきて面白いと思います。切り替えてみましょう。レッツスタート。これが今 MK4 のサウンドでございます。低音と、
お、空振った。イエス。こんな感じでございます。実際どうでしょうか、聞いてみて。まあ、コンデンサマイク、この1本だけでもね、こんないろんな音の種類が取れて、なおかつその低音と高音もしっかり取れるみたいな感じで、このマイク1本でね、いろんな音が取れるんだなっていう可能性はなんとなく感じていただけたかと思います。ではここから遊びで、MK4 1本でカホンを取り、ベースを取り、ギターを取り、ボーカルを取り、そのトラックをちょっと作ってみようかと思います。 MK4 1本でできた楽曲スタート。こんなにも汚れてしまった世界だから、僕たちは今一度改めて考え直さなければならないことがあると思うんだ。そう、地球を救う。そんな感じで本日はゼンハイザー MK4 というコンデンサマイクのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。最後はこんな感じでナレーションも MK4 で収録をしてお届けをさせていただこうかと思います。こんな感じで口元と MK4 を近づけて収録することによって、声の低音感や口の中のこのバイオの質感とか空気感とかそのままパッケージして皆様にお届けできるみたいな感じで、ナレーションとかポッドキャストとかにもいいんじゃないのみたいな感じの話をしながらお別れさせていただこうかと思います。先ほど聞いていただいたとんかつは世界を守るは、当然のことながらこの MK4 で収録した音をそのまま何も加工せずにお届けしております。最後にちょっとおまけとして、僕の方でですね、コンプレッサーやらなんかリバーブやらイコライザーやらいろいろこのムニャムニャムニャとしてミックスしたバージョンを最後にお届けしてお別れとさせていただこうと思いますので、よかったら聞いてみてくださいませ。そんな感じで今回は MK4 のご紹介でした。でちょっと喋り忘れてたことが一つだけあるんで、ちょっと最後に補足、ショックマントの話なんですけども、ショックマント MK4 の場合は内蔵してるよなんていう話をさせていただきました。だからこのスタンドとかにちょっとこう物が当たってたとしても、なんかそんなこうバコン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 みたいな、そういうこうねノイズみたいなの入らないと思うんですよ。普通のコンデンサマイクでこんなことしたらもうゴトン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 って感じのすげえ音がしちゃうんだけども、あとこの足とか、この足が床をこう叩いた音とか歩く音とか、意外とこのスタンドからこうマイクに行っちゃってなんかノイズ拾っちゃったりとか、あとカホンとかこうシンバル叩いたとかスタンドを通してなんかこうマイクに行っちゃったりとかすることもたくさんあるんだけれども、ショックマントを内蔵してるからその辺大丈夫みたいな感じ。普通のコンデンサマイクはこんな感じで、このゴムのバイオバイオ部分があって、このゴムのバイオバイオ部分の真ん中にこのコンデンサマイクが来て、でこれでこう衝撃がこうねあっても大丈夫だね、うふって感じなんだけども、この機構をこの MK4 を内蔵してるからその辺もお手軽でいいねみたいな感じのことを補足して終わりにさせていただこうかと思います。そんな感じで、もし何かご質問とかリクエストとかありましたらコメントの方にバシバシ残してみてくださいませ。それでは最後はとんかつは世界を守るミックスバージョンでお届けしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。 Good night。地球を救う。